一般教養トレーニング動画第10項、理科1の講義を始めます。<laughs> 講師の家村でございます。<laughs> えっと、この講義ではテキストの18から21ページの理却のサブノートの解説をいたします。えー、問題を解いてからご覧ください。はい。今で,ですね、えっと、まず一番最初の問題からちょっとお話を進めていきますね。 えー、力の種類に関しましてですが、まあ、1、2、3、4というふうに4つ穴が開いていると思いますが、まあ、大きくは4つの力が存在します。えっと、まず一番最初は重力ですね <laughs> うんとその次に垂直抗力 <laughs> で、えっと、3つ目に、えー、っと張力ですね <laughs> で、えっと、最後に摩擦力ということで。<laughs> まあそれぞれ一体どういうものかというのはそこに書いてある通りでございまして重力 <laughs> というのはもちろんえっと えー、地球に向かって引っ張る力のことでありまして、まあ、下向きということになりますね。<laughs> えっと、ですから例えばあのその次の例題をちょっと見ていただきまして、えっと、A と B という物体がありましてまず重力を実際に書いてみますと <laughs>、えっと、両方ともあの必ず下向きに書くということが決まっております。えー、地球に向かってあの引っ張っていただければいいと思いうことですね。でその時にあに書く際にちょっと注意していただきたいのはあの <laughs>、えっと、スモレムだけでもまあ えっと、重さにはなるんですが基本的には物理の場合はニュートン単位を使うんですね。従いましてニュートン単位の場合は G をつけるということが必要になります。この G に関しましては、えっと、重力加速度といいまして9.8を表します。えーうんですねまあ、そこにもも一応書いてありますけども、ね はい、それからこちらもそうですね、MG というふうにあの、下向きにこの G をつけていく形で書くということになりますね。続いて今度は垂直抗力を実際に書いてみますと、垂直抗力というのは、そこにも書いてありますが、床あるいは壁に垂直にかかる力でありまして、実際に垂直にちょっと書けますね。ここに床がありますので、垂直にかけてください。続いて、張力ですね。聴力に関しましては、糸の方向に必ず引っ張ってください。 えっとしかも糸が同じであれば同じ張力に必ずなります。えー、したがってあのえっと同じイニシャルで書くということがこれ決まっております。続いて最後にあの摩擦力ですね。えー、摩擦力はあの動こうとする向きとは逆向きにかかるんですね。えー、したがってこの物体は当然あのえっと B の物体ですが右に行こうとしますのでですからそれとは逆向きに左にかかる力が摩擦力ですね。 まず書き方ですね、えー、この4つの書き方に関しまして、ちょっとね、えーとえーえー、よく分かっておいてください。さて、ここまで来ましたら、えー、っと括弧1から実際できます、えー。括弧1に関しましてですね、うんうんえー、B にかかる垂直抗力の力ですね、えー、N というのは、ね、上向きと下向きが同じなので、MG と同じですよということから。 m に関しましてはそこに書いてあるように20ということで、えー、っとそれからあー g が9.8ですね、えー、ということになりますので掛、えー、け算しまして196という、まあ、単位は先ほども言いましたがニュートンという単位を使いますので、えー、それも知っておいてください、えー、それから張力ですね、えー、っと今度はあかっこ2番目ですが、えー、っと a の方を見てください、えー、っと上向きと下向きが同じなので t イコールが mg ということになります。 これもラージ M が書いてありますね。ラージ M に関しましてが 10kg ということになりますので <laughs>、従って 10×9.8 ですね。やはり9.8をかけるのを忘れないでほしいと。えー、従って98ニュートンということになります。続いてあの3番目ですね。摩擦力に関しては F ですね。F に関しましては、今度は B の方の横成分ですね。 でそうするとあの、えっと、F イコールは T でございますということから、まあ、T はすでに出てますから98ニュートンは同じということでこの結果になります。はい、<laughs> では続いて今度はてこの釣り合いに関しましてですねて <laughs> この釣り合いはまあ結局まあ考え方は簡単でありましててこ、えー、の長さかける力ということで <laughs> とこれがてこの,うんとテコのお考え方ですね。 これがあの左回りと右回りで両者で一緒になるというふうに考えていきます。例えば例題の場合ですね。レモサ言いますがえっとまあ左にかかっているのがテコの長さが3センチ。えそれから力が12ということになりますので実際かけてみますと3かける12ということになりますね。一方えっと右側で考えますとえっとテコの長さが4センチ。えそれから力がまあ x としますとかける x ということで。 えっとこの2つが両者で一緒になるように x を設定していただくと <laughs> あとは x を解いていただくと x イコールは9というふうに出てくるということになりますね、はい、続いてえっと今度は下側ですねこれが意外にあのちょっと面倒くさいところではあるんですがまず1つ目としましてはこれ左と右をきちっと判断してほしいということなんですねあのここを中心としましてまあここにあの三角コーナーありますのでここを中心として例えば 12g でこう引っ張るとですね この棒はあのこういうふうに回転しようとする力なので、これはの左回りというのモーメントといいまして、左回りに回転しようとする力のことなんですね。続いて、ここを中心として今度はここの重りをつけると、今度はこの棒を右に実は引っ張ろうとする力なので、右に回転させようとする力ですね。これは右回りというふうに言います。この左回りと右回りが一致するように実際は立てるので、 えちょっと考えてみますと左回りに関しましては、えー、手この長さが9ですね力が12 <laughs> え一方で右回りに関しましてはあ手この長さが4ンチの <laughs> えっと力がまあ Y というふうにしておきましょうか、えー、そうすると,、うん、とこの Y が実質出るということで、うん、と Y コールは27ですね、えー、ということになりましてこれが正解ということになりますよろしいでしょうかね。<laughs> はい、では続いて、今度は貸車に関して話をちょっと進めていきます。貸会、うん、はちょっと例題の方をも先に見てしまいますと。とまあ、考え方は簡単でありまして、うん、えっとまずですね。あの2つの貸車の種類があるということは、ちょっと理解しておかなきゃいけないんですね。で、1つ目としましては、あ、これがあの低貸者と呼ばれるものですね。 あのうん、とそれがなぜかと言いますと固定されているからです。一方、こいつはですねこの下の方の滑車に関してはこれ同滑車と呼ばれるものであの、こいつは動くわけですね。えー、っとこれ引っ張りますと、これもあの実際上に上がってしまいます。あのですから、これ動いてしまうということで同滑車ということになります。この低滑車と同滑車では実は動き方が基本的に違うということですね。えー、っと特に同滑車がちょっと注意が必要です、えーっと。下の図をちょっとご覧いただきまして あのまあ、黒である状況からですねこれを引っ張りますと赤で引っ張りますと、まあ、あの先ほども言いましたがどうかは上に上がっていくということを考えますと、えー、実際あの、上がった距離というのはこの青の一つ分にすぎないんです、ね、でございましてところがあの、えっと、実際、引っ張らなきゃいけない、えっと、ひ,ひもの長さはこの2箇所分ということになりまして、えっと、ですからあの引っ張るうう、えっと、糸の長さですねこれはあの実際2倍 実際引っ張りないとあの実はあのここまで上がらないということになります。ここはちょっと注意が必要だと。でそうするとこれをよくよくねえっ、ー、と問題の方をちょっと見ていただきますとまずカッコですね。 えと一番に関しましては、じゃあ、ここ、一体何,何キログラムでえちょうどあの <laughs> え引っ張ることができるかということで、それはですねまあ簡単に申し上げると、2キログラムのものをまあ2本の糸で引っ張ってますから、そのうち1本でいいということになるので、従って半分の力で進むんですね、えー、従って1キログラムということになります。 これは分かりやすいと思うんですけども、もう一つ今度は、かっ2ということで、瓶を2メートル引っ張ったときに、じゃあこいつはどんだけ上がるのかということなんですが、これよく2メートルで間違える方多いんですが、先ほども言いましたが、実は引っ張った距離の半分しかこいつ動かないんですね。えー、従いましてあの、えー、と実質的にはこれ1メートルしか実は上がらないということで、えー、これが2番ということになりまして、<laughs> これが1番ということになりますね。<laughs> はい、<laughs> よろしいでしょうかね。 続いて、えー、っと今度は圧力と浮力に関しての話でございます。これはもう1つちょっと知っておかなきゃいけないことがあります。それはあの密度の扱い方なんですけども、あのうん、密度というのはです、ねまあ、正直言いましてあの、体積倍をするということを覚えておいてください。あの <coughs> 密度のままでまあ扱うということはあまりしないんですね。あのうんとうん、と体積をかけることによってあの重さにします。 うんとまあ力にしますね。えー、ということで, <coughs> でこれはまあ使うということで考えていきます。あのになりますのでさて、ここでですね、まあ、例題の問題これよく出る問題なんです、ね <coughs> えっとまあ浮力と重力に関する問題ですね。 でえっと、ここにもちょっと書きましたけどもこの赤字で書いたものですねこれが実は浮力にあたるものでありまして浮力の計算も実は重力の計算も基本的に考え方が同じで密度かける体積で求まるんですがその、えっと、使う密度と体積が実はちょっと違うんですねあの浮力の場合は実はこの物体の外側にある部分の密度かけるの、えっと液体の部分に使っている部分の体積だけをかけます。 えでそれであの浮力になるということになるんですね。これはあのやり方を覚えていてください。まあ今回の場合だとあのえっと外側の密度がすでに書いてありました一グラムパーリッポーセンチメートルと、えそれからのえっと水の部分に使っている体積の部分はまあ六センチと書いてますが六センチかけるのをさらに一平方センチメートルなんでえっと六立方センチメートルということになりますから。ですからあの浮力部分に関しましてですね、えー、はあ一かける六ということであの六グラムということになります。 えこれが一番ということですね。これはあの解き方を一応覚えておいてほしいんですね。<laughs> 一方でえと今度はですね、えー、と重力の部分ですね、こいつの重さに関しては、今度はあのこの物体そのものの密度を使います。えー、これが重さの方ですね。で、えっと、おおそれがまあよく分からないので、とりあえず X グラムパーリッセンチメートルにしましょうと。 ただ体積に関しましてはすでに分かってまして全部で1 0ンチということが書いてありますので、えー、従いましてあの10立方センチメートルですね必ず密度は体積倍してください。えー、従ってあの、えっと、こいつの重さは 10x だということが分かります。もちろんこれで止まってますので、えっと、浮いてる力とそれから沈もうとする力は同じですので。<laughs> うん従って x が出せるということになりまして、x イコールは0.6ということになるわけですね。<laughs> はい、さてうんと、続いてでございます、<laughs> え今度はあの5番目ですねえ、物体の運動に関しましての話ということになりまして、<laughs> えっとお、ちょっと書き直しますね。<laughs> さて、物体の運動に関してなんですけども、まあ、考え方は実は意外に簡単でありまして、<laughs> 運動の式ですね、これは必ず覚えておいたほうがいいですね。えっとまあ、そこにも一応、公式としては書いてあるんですが、えっと、考え方としては意外に簡単でありましてまずスピードの情報です、ね、に関してなんですがあのまず初速ですね、最初の速度があります。まあ、それはあの書いてあることが多くて、まあ、初速がない場合もありますけども。 それにあのどんどん加速していきますよということで、時間とともに加速していきますという公式になりますね。この時の A のことを加速度というわけですね。ちなみにあの減速度というのは基本的に言わないんですね。減速する場合は加速度をマイナスというふうに考えます。 とということになりますで時間 t ですね。秒、え、後、ー、に、まあ、これだけのスピードになるということになりますね。で、こっちは意外に、あの、イメージがつかまやすいと思うんですけど、問題は、あの、実は距離の方ですね。で、えっと、この距離の公式なんですが、これが意外に、あの、やっぱり覚えにくいということで、うんと、これはまあ,あの、えっと、2つだけちょっと覚えておいてほしいんですね。あの初速の部分に関しましては、かける t 倍。 で加速の部分に関しましては、かける2分の 1t 倍をするということだけちょっと覚えておいてほしいと。これもまあ、あね、なかなか覚えにくい公式の、まあ、なぜそうなるかというのは、とりあえず置いておいてもいいと思います。でそうするとあの、えっと、V0t ですね、えー、プラス2分の1の AT 事情ということで、まあ、こういう公式だということは、あの使われなきゃいけないので、えー、ちょっと覚えなきゃいけませんね。 でこれを使いますと例題の問題は簡単にできます <laughs>。例えば、かっこ1ですね、まあ、答えまではちょっともうあ,のあれしませんが <laughs>、まず2秒後に6メートル秒になったとこういう,うに書いてありますので、で従いまして <laughs>、静止した状態からですから、6イコールが0プラスの AT×2 ですね、えー、この上の方の方式を使って A を出してくださいということです。でそれから今度2番目ですね。 え過去2番目に関しましては <laughs> うんとお42メートル進んだということで今度は距離の方の公式ですね42イコールが <laughs> で初速は今度は書いてありますので二 t ですねで、えっと、t に関しましてが3秒ということで a×3 ですねプラス2分の1の a×3 の2乗という形であとは a を出していただければ答えが出ますと。 <laughs> えっと続いてその、ねえっと、下の例題に関しましても基本的には考え方が全く同じです、えー、のでこれもぜひやってみていただければと思いますね続いてあの6番目なんですが運動の3法則に関してです、えー、っとこれは、まあ、あの1、2、3はちょっと覚えておかなきゃいけませんあの <laughs> で特にあの例題に関しましてこれ結構あの間違いやすい問題でありましてあの親子でまあ相撲を取ってますという問題ですね。 お互い静止している状態とそれから押し出して、まあ、親の方が勝つという状態ですね、えっとまあ、その時のその親子で押しているその手の部分の試合、押し合い、これどうするのかということなんですが、えっと、これはあの意外にあの間違いやすいんですね、えっと、特に止まっている場合は問題はないと思うんですけれども、動いている場合ですねに関してでございます。 実はあの、えっと、ポイントとしましては3、えっとまあ、法則のうちの3番目ですね作用・反作用というところが実は重要でありましてあの作用・反作用というのは基本的にです、ねあのえっと、同じ力が必ずあの逆向きにかかるんですね、お互いに。したがってこれ動いていようが止まっていようがあの基本的に同じ力になるんですよ。よですからあの、えっと、かっ1もっ2も実はラージ F とスモール F は実は同じ力ということになりまして。 あのうん、とここは意外に間違いやすい、どうしてもやっぱり動いているときにあの親の方はやっぱり力強いんじゃないかというふうふに思ってしまうんですが、ねえっと、そうではないということはちょっと知っておいてください。はい、最後にあと7番目、ですね仕事とエネルギーに関してでございます <laughs> エネルギーに関しまして、えー、ですがこれも意外に簡単な話でありまして <laughs> 公式はちょっと3つ覚えなきゃいけません。 えーえっと、まず一つ目としては、運動エネルギーですね。二、え、分、ー、の一の MV 事情ですね。それから、位置エネルギー、MGH ですね。それから、バ <laughs>、えっと、場による男性エネルギーが二分の一の KX 事情ということで、この3つは、公式としてちょっと覚えておかなきゃいけませんと。<laughs> さて、えっと、この時にですね、まあ、あの例えば、 うんとまあ、あの乗ったことはあると思うんですけど、こういうふうにあの、えー、ジェットコースターがまあ,こうありまして <laughs> で、えっと、ここまでやってきましたと、ここからあのおお、ねえー、この辺まで来ましたと。<laughs> でこの場合に、まあ、あのこれ高さが非常に高いわけで位置エネルギーが高いという状況なんですね。えー、ところが、スピードはあまりないので運動エネルギーは実は小さいという状況。<laughs> 一番下では今度は位置エネルギーが非常に低いですね、あの <laughs> 高さがありませんので,で、運動エネルギーは逆にあの高いという状況。えっと、真ん中でいくと位置エネルギーは中ぐらいで、えっと、運動エネルギーが中ぐらいという形になります。したがって、これあの、えっと、もう考え方としては簡単でありまして、あの2つ合わせますと、えっと、多分同じなんだろうということで、まあ、これを力学的エネルギーの保存則と言いますね。<laughs> えっとこのことを使いまして、あの例題の部分、うん、というのはああ解くことができるということになります。<laughs> え実際にちょっとやってみますと最後ですね。<laughs> えっとまあ、例題の致ですね。まず最初にあの、えっと、バネによって押し縮めまして、でそれが、まあ、あスピードに変わっていきますよという部分からちょっと話をしていきます。<laughs> え<っ>と <laughs> おまあ、例の致ですね。<laughs> はい <laughs> えっと まずは、X だけ落ち締めてますので、まあ、運動エネルギーと男性エネルギーがあったときに、うん、とちょっとまあ簡単に表にしてみましょうかね。あのえー、こんなふうにちょっと書いてみましょうか。<laughs> えっと最初、X だけ落ち締めたときですね、スピードはないんですけども、男、え、性、っと、エネルギーが1分の一 k x 事情がまあ存在するということになります。え続いてあの、えっとお、最終的にですねあのバネがあ自然調に戻ったときに、 えー、スピード V ですね、えー、は一体いくらでしょうかということで、うんとこうなりますで。先ほども申し上げましたが、力学的エネルギーは保存されるので、まあ、この2つとこの2つを足したものは同じですよということになるわけですね、えー。あとはこれで V を計算していただければ答えが出るということになるわけです。まあ、2分の1の Kx 事線、ねえー、イコールが2分の 1mV 事を計算していただくということになりますね。 えと過去にも実は全く同じでございます。<laughs> えと今度はあそのスピードを今度は高さにしようということで、位、え、置、ー、エネルギーと運動エネルギーを今度比べてみましょうかね。えー、でそうすると、位、う、置、んえー、エネルギーに関しましては、最初は0で、2分の1の mV 事情ですね。で高さがあ H になったときに一旦止まるということが書いてありますので、えー、これも同じです、えーと。上の段と下の段の足し算は両者で同じですよということになるので。 えー、従いまして1、二分の 1MV 事情が MGH ですよということを解いていただければ答えが出てくるとこういうことになります。はいまあ、全体的にはあ、ねえー、以上ということになりまして詳しくはあのここに載っているものをです、ね、ぜひ読んでいただければというふうふに思います。